はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケイスケです。今回はバルキリーを数体混ぜたアルティメットとハイブリッドを見ていこうかなと思います。いろいろと解説していこうかなと思います。まずはバルキリーを混ぜたアルティメットですね。ゴレビズバルキリー部隊で対空砲2本をしっかり壊すことができて、そして対空砲3本目を折ることができる、そういった配置にですね、このバルキリーを混ぜたアルティメットかなりおすすめでございます。今回はポタラさんがですね、この配置に対してやってくださいました。そうですね、やっぱりクエイクを打つ場所注目でございます。やっぱり、対空砲2本しっかり壊せて、そしてクランの城の左上の対空砲ですね、こちらも狙えるといった感じになっております。そしてしっかりとレイジをかけていきまして、やっぱりバルキリーを混ぜることによって陸の進軍がかなり早くなります。こんな風にですね、あっという間に奥の方まで進軍していきまして、相手のヒーローを処理していきます。はい、こんな風に相手のバーバリアンキング、そしてアーチャークイーンを処理していきまして、で、クランの城の、左上の対空砲を壊していきました。で、今回ちょっとアーチャークイーンがまだ残ってますね。残っているんですけども、こんな風にババキンとアーチャークイーン結構体力ある状態で、相手のアーチャークイーンをしっかりと処理していきました。やっぱりですね、バルキリーを混ぜることによって、ヒーローの反対側、アーチャークイーンと対空砲を離したような、こういった配置に対してですね、反対側から攻めることによって、対空砲を3本狙っておきまして、でそしてやっぱり対空砲を3本ぐらい壊すことによって、対空トラップを、結構かなり解除することができます。そうすることによって、空部隊が、呪文を使うことなくこんな風にしっかりと回っていきます。はい、こんな風にもう要領としましては裏ラバル的な感じですよね。こんな風にしっかりと、回っていきまして、で、今回は9時のウィザータワーですね。ウィザータワー残っております。で、こんな風にラバとバルーンが回ってきまして、全開といった感じになっております。で、今回はですね、ヒーローが2人とも生き残っておりますね。これもですね、やっぱり、プランネリというか、そこがですねしっかりと、されていたんだと思います。というわけで、あとはですね、残っていた黒バル1体をですねお掃除タイムに使いまして、全開といった感じになっております。ポタラさん全開お見事でございます。はい、こんな風に最後の金山を壊して全開です。それでは続いても、バルキリーを混ぜたアルティメット見ていきましょう。続いては、タウンホール級エキスパートのなし神様っていうものかな、なし神様の全開リプレイでございます。今回はですね、ウォールブレーカーを済まずにですね、クエイクで、壁開けを行っていきます。今回もですね、アーチャークイーンから結構遠い位置、そこからですね、ゴレビズパートをスタートさせていきます。はい、まずはですね、6時5時方向にゴーレム2体を出していきまして、で、ウィザードを並べてサイドカットを行っていきます。で、アーチャークイーンもしっかりと出していきまして、で、そしてですね、今回クエイク打つんですけれども、対空砲とテスラのあたりですね、はい、ここに打つんですけども、今回ですね、ちょっと位置がずれてしまいまして、穴が開きませんでした。穴が開かないんですけども、ここからですね、やっぱりババキンとバルキリー部隊で壁開けを行っていきます。はい、こんな風に。なので、壁開け失敗してもですね、こんな風にババキン・バルキリーたちが壁開けを行ってくれる、そういった可能性もあるんですよね。で、そしてレイジをかけていきまして、ポイズンをしっかりと落とします。で、相手の援軍を処理したらですね、こんな風に一気にですね、バルキリーたちが奥に、進軍していきます。はい、こんな風に相手のアーチャークイーンに一気に届きまして、で、そして処理していきました。やっぱりですね、バルキリー混ぜることによって、結構ですね、進軍、早いですね。で、そしてラバルパートスタートさせていきます。先ほども説明したように結構ですね、やっぱりアチャクイの反対側にある対空砲に対して、ホーミングですね、黒風船、設置してあることが多いです。なのでですね、こんな風に反対側から攻めることによって、ホーミングをどんどん解除していって、で、そしてラバルーンですね、ラバとかがそんなにホーミングに引っかからなくなる、こういったですね、メリットがございます。はい、そしてエイストをかけていきまして、一気にバルーンを加速させていきます。はい、こんな風に。で、そしてですね、今回、フェイトさんのこの陣、クロスボウが、対地ですね。対地でございます。やっぱり最近、タウンホール9の全開対策ベース、クイヒー対策に、結構クロスボウが対地、こういった配置が多いので、その場合はですね、アルティメットとか、あとはですね、ハイブリッドとかの、空軍系ですね、縁側かなりおすすめかなと思います。というわけで、今回はですね、ちょっとヒーローとかは全部やられてしまったんですけども、結構パピーとか、あとバルーンも生き残っておりまして、全開といった感じになっております。はい、最後のアーチャータワーを壊しまして、あとはお掃除タイムですね。というわけで、なし神様、全開お見事でございます。はい、最後の、タウンホールを壊しまして、星さん獲得といった
感じになっております。そしたら続いてはですね、バルキリーを混ぜたハイブリッド、これをですねしゅうちゃんがやってくれたので見ていきましょう。今回はゴーレム1体とあとウィザードを節約しまして、その分の枠をですねバルキリー5体に回しております。では見ていきましょう。まずは援軍のゴーレムを出していきまして、でターゲットを取っておきます。そして、ウィザードで、本来サイドカットするような場所をですね、バルキリーでサイドカットを行っていきます。そうですね、やっぱり、バルキリーとウィザードの違いは壁越しに、攻撃できるかどうかの違いなんですけども、ウィザード、この場合はですね壁越しにしっかりとですね壊しておく、施設がなかったので、今回はシューちゃんバルキリーを選択したんだと思います。そしてバルキリーたちを入れていきまして、でジャンプを打って、中央に進軍していきます。今回もやっぱりですねバルキリーを混ぜることによってしっかりとですねアーチャークイーンの反対側から攻めることができております。はい、こんな風にしっかりと相手のアーチャークイーンを処理いたしまして、で対空砲も2本しっかり追っていきました。普通のハイブリッド、ゴーレム2体編成のハイブリッドだった場合、5時方面から攻めるとですねもう途中でゴーレムとかも溶けてしまってババキンもやられてしまって、こんな風にアーチャークイーンが処理できなかった、そういった可能性もありますので、こんな風にバルキリーを混ぜることによってしっかりと相手のアーチャークイーンを反対側から攻めて処理することができる、こういったメリットがあるんですよね。そして空パートに使う呪文がそんなに多くなかったんですけども、やっぱりバルキリーで大きく削ったので、そんなにですね空パートに対して呪文使わなくてもこんな風にしっかりとラバルーンが回っていく、そういったプランになっております。というわけで今回すごいですね、パピーも結構生き残っておりますし、ヒーローも2人とも、また生き残っております。でラバとバルーンも結構生き残っておりまして、かなり余裕のある全開なのかなと思います。というわけでシューちゃん全開お見事でございます。はい、あとはお掃除タイムでございます。というわけで今回はですねバルキリーを混ぜたアルティメットハイブリッド解説していきました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。